こんにちは、吉田さん。安藤桃福さんね。うん。確かに転落しても、その経験を自分の財産と捉えることはできると思うんですよ。これをね、私はマイナス資産と呼んでるんですよね。マイナスになった経験ってのは、やりによっては、によってはプラスに生かすことができるみたいなね。えー、例えばね、昔、いじめられてた子。ね。その経験をもとに、いじめられっ子の、 なんか相談相手になってあげるとか、心のケアをしてあげるとか、いじめがなくならないように、なんか運動するみたいなね、プラスに活かすこともできたりとか、昔いじめっ子をしていたからこそわかる、いじめの構図とか、いじめるやつの心理とか、誰をターゲットにするか、どういう風に選んでいるか、みたいなね、そんな心理分析をして、まあ、いじめっ子をね、見つけてあげるとか、その問題解決を、まあ、していくとかね。だからどんなことも、 じゃあどういういうにそれを捉えるかなんでしょうね痛い目にあったけどもじゃあそれをトラウマとしてまた痛い目に遭いたくないからって考えるのか痛い目にあったことを経験としてこれ防御策が作れるぞとかねあこういうふうに考えればあの局面を乗り越えられたんだなっていうふうに見ていくとかまあ転んでもただでは起きないというね精神かもしれませんね昔与沢さんはねこんなことしたん、ね、よ翼さんはね 人生を変える3つの T ってやつなんですけども、私もそれをね、すごく思っていて、3つの T、逮捕、逮捕されたことで自由を奪われるとかね、逮捕でしょ、それから大病、大きな病気を患って、えー、生死の境をさまよう、そこから生き残ってきた、九死に一生を得たみたいなね、そういうふうな大病とか、それから倒産ですよね、通常倒産っていうと一大事なんですけども、事業をやってる限り倒産ってありえるんですよ、何かをやっていてうまくいかないみたいなね。例えば、 会社があって会社の1プロジェクトが目的達成せずに予算を消化できずに廃止になるっていうプロジェクトでこれを会社全体で,でその同じ状況をなぞるのが倒産ですからねから通常はプロジェクトっていうのはいくつも立ち上がっていくつも失敗してるわけなんですよでもワンプロジェクトでやってる会社がそのワンプロジェクトがうまくいかないと会社の破産につながるんでだから複数のプロジェクトを同時に動かすんでしょうね まあだからね、ヨザーツバさんのね、言ってた3つの T っていうのは、ヨザーツバさん自身も昔、誰か経営者から聞いたって言ってたんですけどね、まあ、いい3つの T だなと思いました。まあこれを4つの T、5つの T っていうふうにしていくこともできるんですけども、とりあえず私は3つの T でいこうかと思います。でね、アントニオ猪木さんのね、話をちょっとね、聞いてね、すごいなと思ったんですよ。それはね、あのー、クウェートが、 あのイラククエイト侵攻っていうのあったじゃないですか湾岸戦争につながるイラククエイト侵攻ねでイラクのサダム・ステイン大統領がうウサイシっていうのとクサイっていうね兄弟がいたんですよねで3人ともこうクエイト侵攻していって、えー、クエイトをねまあ、そこの石油を取ろうと思ったんですよそしたらアメリカ軍が多国石油みたいなのを展開させてきてえー イラクに反撃してきたみたいなのがありましたけども、あれっていうのは、サダム・フセイン大統領は、アメリカが介入してこないっていうふうに踏んだんでね、あのクエェート侵攻したわけですよ。そしたらその読みが外れて、アメリカが多国籍軍みたいなのを引きずれて、まさにイラクの油田を狙いに来たんですよね。クエートに侵攻したのに、いいことにね、国際秩序を乱すとか言って、イラクを逆に攻めてきたと、うん。やべえなっていうところですよね、フセイン大統領にしてみたら。 で、フセイン大統領は自分の国にいる各国の大使館、それから在留外国人を全部ね、こう拘束して、それを人質にしたんですよね。そういった事件があったのも、吉田さんちょっと若かったんで多分ご存じないと思いますけども、まさにあの自分の会社の社員とか、自分の海外出張している夫とかがね、そこで 単なる企業人として勤めていた、まあ、アラビア石油っていうのを中心に勤めていただけなのに身柄を拘束されてまあ捕虜になったわけなんですよね当然軍人でも何でもないですからやっぱ怖いですよねでそこでね日本政府が打った手っていうのがあの、まあ、まさにね静観なんですよね何もしなかったんですよ日本政府はひどい話ですよね外務省もそうですよ で取り残された現地の日本人っていうのは本当にもうこれでもう終わりなんだなっていうふうに覚悟したそうなんですよその時ですよその人質になった人たちの奥さんとかがね日本の国会議員に一人ずつ掛け合ってこれなんとかしてくれと自分たちの国の企業人がね日本のために仕事に出ていてそして こんな戦争に巻き込まれて人質になっているとでその人質がもうね死ぬかもしれないでその時に国民の生命や財産を守るべき国がねなんでこんな何もしないんだと当時は海部総理大臣だったんですけども海部総理も中東を回っていたのにその交渉すらせずにね帰ってきてるわけなんですよもう絶望ですよねさあそこでですねそうした人質になっている 身内の方が国会議員一人一人人に働きかけてもう本当にね剣も掘るというか詰めたかったたっそうですよその中でプロレスラーとして一世を風靡したアントニオ猪木その彼が456歳の時に国会議員やってるわけなんですけども,もうすぐに話を聞いてすぐにね、うん、現地に飛んでそしてもともと親交のあったウダイっていうね サダム・フセインの子供がいるんですけども、息子がね。そのウダイっていうのは国のスポーツ大臣やってるわけですよ。で、そこでアントニー・のキがもう現地に乗り込んでいってね。で、ここでスポーツ、平和の祭典をやろうっていうふうにねじ込んでいったわけですよ。まあ、そうすると、そのウダイっていうね、大臣も父親の状況をよく知ってるわけですよ。アメリカが来ないと思って仕掛けた戦争に、 実はね、アメリカが入し介入してきて、もう勝ち目がないと。世界中が敵だと。これ、どういうふうな言い訳をして、この戦争をやめればいいか分からないって時に、そうか、スポーツの祭典ってことにしようっていうことですごくいいアイデアだということで、アントニオ・イノヒさんの話を全面的に入れるわけですよね。で、スポーツの祭典をイラクで行えば、人質になった人とかを全員集めることができる、各国のね。で、全員集めて、そして、そのスポーツの祭典の後に、まあ、人質となったね、 えーまあ、外国人を全部、ね、国に送り返すことができるその段取りと方便が立つわけなんですよで実際に、まあ、いろんな戦いきさあったけどもそういう風にしておかげさまで日本人の、ね、人質も全部解放されたっていう話なんですよねアントニさんすごいいなと思いましたよ、うん、でもここでまたね日本の外務省のバカさ加減が出るわけですよずーっとね何も手を出さなかった その外務省日本政府もアントニオ猪キがね現場に行ってそれで人質を解放するのを見てじゃあチャーター機を出しますよっていうふうにしていきなりね手のひらを返したようにもともと邦人救出のために骨を折っていたみたいな演技をするわけですよですすよねで飛行機、イラクに着きますで、アントニオ猪之はじめ人質になった人とかその家族を連れて帰るのかと思ったらそうではないんですよ アントニー・ヨネキさんは乗せませんって言ったわけですよ。ひどい話ですよね。で、アントニー・ヨネキは乗せないって言うもんだから、他の人質になった人たちも、だったら、自分たちの命の恩人、アントニー・ヨネキが、外務省によってね、こんな目に遭うんだったら私たちも乗りませんってことで、一致団結したら、外務省は仕方なく、じゃあみんな乗りなさいっていうことになったんですよね。これもひどい話ですよね。火事が起きてる時には、知らぬ存在を決め込んで、 鎮火に行った人がいれば、面目を保つためにその人を見殺しにしようとするね。アントニオ・ユナキ。やっぱプロレスで鍛えたその精神は、そういった、国会議員としてもね、生きるわけなんですよ。国民のために胸をさらして、あらゆる敵に向かって行ってくれると。そして勝利してくれるんですよね。そんな偉大な人が、先日10月1日ですか、亡くなってしまった。 この人の伝説ももう人の知ることなく昔のプロレスラーが老衰で死んだぐらいにしか思われないんでしょうね、まあ、でも私はねアントニオ猪木さんの数々の功績を決して忘れることはないでしょうね素晴らしい人だと思いますもう二度とあんな人は現れないでしょうね行ってらっしゃい